というわけで今日はカールネ君がやってきてくれました。カールネ君カメラ好きだもんね。いやカールネ君暑くなってきて夏休み、夏も目前ですけど夏は何して遊びますか？長い足を生かしてビーチボールをやる。おお、長い足を生かしてビーチボールですね。わかりました。じゃあビーチボールやって頑張ってね。でも砂まみれにはならないでくださいね。頑張りましょうね、ビーチボールね。まあ私もビーチボールはあんまり得意じゃないんですけどね、まあ、カルネ君は足が長いから得意かな。頑張って走ってください。以上カルネ君でした。最後にお父さんに何か一言コメントお願いします。おいしいお土産楽しみにしている。おいしいお土産ね、どこに行ったかは分かりませんけどね。はい、以上中継でした。